ハイケムチェッテンスビスタンテイです。まずはですね、コメントを見ていきましょうか。はいはい、ですここ最近で一番もらってるリクエストがあるんですよ。ちょっとコメント見ていこうね。太鼓の達人に収録されているカオスタイム、カオスタイムザダークを初見でやってほしいです。美味しそうなパンケーキの曲ですよ。可愛らしいのかな。トパゾライトさんのカオスタイムザダークやってほしいです、などなど。まあとにかく最近一番と言っていいぐらい件数が多いリクエスト曲なんですね。で今日は僕はこのトパゾライト様についてお話ししたい。っていうのもですね、僕この初見で叩いてみたのショート動画で登録者数が4万人ぐらいから一気に20万人ぐらいまで伸びたんですよ。そんな僕の人気コンテンツの中でもこのトパゾライトさんの楽曲すごくリクエストをもらうことが多いし、過去のショート動画でもこの BPM イコール RT だったりサードタイムアンラッキーだったり僕叩かせてもらってすごくこれが好評なんですよね。なおかつその動画にご本人様が見てこれコメントをしてくださったり、ああ嬉しい。X の方も相互フォローさせていただいちゃったりしてるし、ドゥッ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 ドゥ、初見で撮影で実際叩かせていただいてマジでサウンドが超かっこいいんですよね。フレーズだったり入れ込んでるいろんな音のクオリティがとにかく高いんですよ。だから僕このコンテンツきっかけでみんなから教えてもらったけど、僕自身撮影とは関係なく聴き直すぐらいかっこいい楽曲を作られているこのトパゾライトさん、それこそ今日もリクエストにあった太鼓の達人だったりとかサウンドボルテックスだったりビートマニアだったり、まあ、もう皆さんが絶対知ってるような音ゲーもう全てを網羅してるようなカリスマかつ重鎮なわけですよ、トパゾライトさん。僕一方的にね兄貴先生と慕っておりますので、だから視聴者さん、トパゾライトさん、僕っていうね僕の中で関係性が構築されているような感覚がありまして、やはり最近もトパゾライトさんが新曲をリリースされてその曲に関してすごくリクエストいただくので、今日も初見で叩いてみた、しっかり挑んで、ただまあね、さっきも言った通りめちゃくちゃかっこいい、かっこいいんですけどめちゃくちゃ変態的です。音楽の知見の深淵に踏み込んだようなものすごいアレンジなので、まあ難しいですよ、難しい。でやっぱりこれは初見でなんかリクエスト来たえ、この曲ならめっちゃむずい、でもなんかかっこいい、でも初見だからできない、あ再生数伸びたなっけ、いやそうとか失礼じゃないですかね。なので今日は私ビシタンがこれだけ多くたくさんリクエストいただいているトパゾライト様の新曲に挑ませていただき、そして感謝とリスペクトを超えてしっかり僕なりの初見にまず挑んで、最後に本気バージョンも取る、ここまでをしっかり気持ちを込めて皆さんにお届けしたいと思います。これねどうやら元となったカオスタイムという原曲があって、さらにそれをザ・ダークと、これパワーアップバージョンなんですかね、セルフカバーなのかセルフリミックスなのかリリースされたということで、正直タイトルにカオスタイムってついちゃってるんで初見勢としてはまあ怖いですよね。うん、結構トパゾライトさんの曲はビートがかなり振れ幅がある、すごくいろんな音符ビート感テンポも行き来するような変幻自在感、これについてくるのは大変なんだけど、カオスタイムどんぐらいカオスなんでしょうね。まあ何せよやってみようか。さあそれでは愛と感謝を込めた混沌の世界へと一緒に飛び込んでいきましょう。カオスタイムザ・ダーク。さあどんなカオス、あ、もうテンポが出るね、はい、タタ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 、はい、そんな感じ、はい、ああ、決め、ついてくぞ絶対、俺は先頭したんだ、おーどこの国エモカル、おーかっけー、ダブステップ、あーゲットなんて今打てた、は
あ、この感じ、ジャブステップのトラップビート、このハットの何音符だこれ。どうやって思いつくのこれ。あー、先に出てきてる、どこ行け次は。おいおいテンポが遅いってことか。かわいこちゃんの声でどこまで速くする。あー、かっかけ、俺もカオスになるしかねえな、これは。頭の中どうなってんすか。まずめちゃくちゃかっこよかっただし、上手だったね。今日もちょっと一番、今までで一番ぐらいひどかったかもしれんね。だがごめんなさい、皆さん多めにちょっと見ていただきたいのはですね、そんだけどん底から、じゃあお前本気出してどんだけかっこよくできんのと、この落差があればあるほどこの企画中身が詰まった動画になると思いますので、なのでまずはじっくりちゃんとね音を聞き直して、映像も見て、世界観をしっかりもぐもぐ咀嚼して自分の中に吸収するところから入って、かっこいいドラムアレンジメントに取り組みたいと思います。というわけで行ってみよう。痛い。初見ではね翻弄されるばかりなので、本気バージョンに向けて練習するにあたり、音やフレーズをねちゃんと聞き直したいっていうのはもちろんなんですけど、映像まで含めて作品だと思うので、そこでどんなテンション感なのか、どんな世界観なのかも含めてインプットしたいんですよね。何よりコメントでもとにかく映像がすごいと、あとパンケーキが出てくると、なんかもう噂の段階からカオスだよね。じゃあ早速行こうか。それでは鑑賞会スタート。おお、かっこいいぞ。扉が開く、扉の先に、おお、トパソニキパンケーキ踊ってるよ。うろたえていたのに一緒に踊り始めたぞ。何、コブダイと太陽のキメラみたいな。そして、あ、乗ってる乗ってる、あ、乗ってんじゃん。譜面出してくれんだ、MDM ね。そしてノリノリのトパソさん。あ、増えた。太陽と一緒になっても最高だね。最高にかっけえぜ。いつ食べれる、もういただきます。わーいぜー、ダリー。あー、これはカオスだわ。最高だねこのギャップ。食べれるか、チラ見して、食べるよね。食べないんかーい。いや最高だったね。ちょっと待って、あの横にいらっしゃった方はどちら様なのかコメント見たいな。僕が存じ上げないのちょっと失礼なんで。太鼓の達人チームの江藤さんという方なんだね。なるほどなるほど。いや僕ちょっとやっぱ一番衝撃だったのは楽譜載せてたね。ここ何連符なんだろうってやりながらすげえ思ったんで、本気バージョンで映像からインスピレーションを得ましょうとは言ったよ、言ったけど譜面そのまま出してくれるって、とはいえめちゃくちゃ難しそうだったからあの通り叩けるかは分かんないけど、めちゃくちゃかっこいいし MV の世界観も超かっこいいのに、やってることはもうめっちゃコミカルで、なんかチャーミングだよね、かわいいよね、楽しい。それにしてもこの男ノリノリであるみたいな。でパンケーキ結局食べないんかい。そこがまたいいんだろうな。うん、
これは僕が改めて本気バージョンに落とし込んでですね、このカオスな世界観、混沌の世界へビスタも参戦するぞというわけで、練習タイムへレッツゴー。育成層の時を経てビスタ本気バージョンの練習を終えてまいりました。本気バージョン行ってみようか。気に入ってもらえると嬉しいな。僕なりの尊敬と愛を込めて、このカオスタイムザダーク本気バージョン、それでは改めて聞いてください。というわけでいかがでしたか。カオスタイムザダーク本気バージョン、企画自体はね初見で叩いてみたというものになってるんですけど、それをきっかけにみんなにこうして曲を知ってもらったり、逆に僕を曲を知ってドラムを通じてね自分も勉強したり、みんなにも楽しんでもらえるっていうようなきっかけになっていたらいいなという思いで、このカオスタイムザダークに限らずぜひトバゾライトさんのいろんな楽曲ぜひ皆さんチェックしてみてください。僕もね一リスナーとして、そしてドラマーとして大変お世話になっております。ありがとうございます。この混沌の世界、特にあの比率連符の部分ね、ちょっとできなくて悔しかった部分もあるので、いい勉強のきっかけを今日ももらいました。今回もね僕なりの思いを持ってこうして動画に形にさせてもらったので、みんなに楽しんでもらえてたら嬉しいです。ぜひみんなのコメント、そしてビスさん頑張れと、よかったよと、あるいはまだまだ頑張れと思ってもらえていたら、ぜひ高評価とチャンネル登録のプッシュをお願いします。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。ビスさんでした。またお会いしましょう。バーイビス。